にゃんせよ、ハリニミだ。今日は美容院の方に行ってこようと思います。髪の毛をマジでいつだろう、前美容院行ったって動画上げた時だから多分半年近く多分放置してて、まあ、パーマ当てたんですけど、まあ、乾かしただけだとこのバシバシやし、あ、これほら毛先ちょっと色違うじゃないですか、このねバシバシ感。ここブリーチしてて、あのまた黒染めが落ちてきてる感じで毛先だけ赤くなってるので、まあ、なるべくこの辺もカットしきりたいんですよね。短めに、ちょっと髪の毛かなり伸びてて、もう胸下ぐらいまで伸びてしまってるので、この辺まで切ってちょっとパーマでいい感じにしてもらおうかなって思ってます。前髪もちょっといい感じに切ってもらってパーマしてもらっていきたいと思います。さすがにちょっとこれはやばすぎるの で、あとね、なんか近々コラボ撮影があったりとかお仕事がいくつかあるのに、これじゃちょっと人にも会えないんじゃないかなと思って、今日は美容院の方に行ってきたいと思います。で、多分ね明日ルディとネイル、今もう爪こんな感じなんですけど、このネイルがちょっと伸びてきてるのでネイルも明日買いに行こうと思ってます。なのでそちらの Vlog も一緒に撮れたらなって思ってるので、ぜひこの動画最後まで見てくださると嬉しいです。ではね、まあ、早速なんですけど、私はねいつもちょっと距離あるんですけど、建国大学の駅前にある美容院に通ってます。ではね、あ、そう、見て、じゃーん、スイッチあの昨日かな、違う、一昨日か、彼氏が誕生日で、誕生日プレゼント何あげようかなと思ってスイッチをねあげたんですよ。スイッチとカセットいくつか買ったんですけど、ちょっとね私がもっとハマってまして、あのあつ森を今更買ったので、ちょっと美容院パーマしてる間とかあつ森しながらね過ごしたいと思います。な感じで、上着着て行ってきます。上何着よう、寒いかな、これなんでいいかな、これぐらい、暑いかな、はい、ではこんな感じで今からね美容院の方に行ってきたいと思います。髪の毛今これビフォーね、どうなるか行ってきます。しました。今ね時間が、見てこれアプローチ可愛くない、ベルトとこの液晶のところキラキラにしたんですけど、12時半で今から、ヘアしてもらうので、まあ、何時に終わるか分かんないんですけど、はい、行ってきたいと思います。こんな感じでちょっと短くなった。これやね。辛そう、食べましょう、やば、酒飲みと、めっちゃ久しぶりだわ、
お家に帰ってきました。どうですか髪の毛。こんな感じでちょっと前より多分上の方からカールがこう大きめでかかってる感じかなと思います。で毛先がねまだブリーチしたとこがちょっと残ってる状態で、あとね1回ぐらいカットいったら完全にブリーチした髪の毛がなくなるかなって状態です。まあ短くなってこれぐらい切ったのかな、な感じでちょっと短くなったんですけど結構気に入ってます。カールもね毛先だけちょっとこういう感じではならないみたいで、ブリーチしてるってのもあって先っちょの方がバサバサなんですけど、まあ、全体的にこんな感じでカールしてもらいました。前髪もちょっとくるってなってて気に入ってます。今ね帰ってきて夜の8時なんですけど、今日ちょっと友達の家でお酒飲みたいなと思って、まあ、明日ねネイル行く予定あるんで、まあ、結局合流するんだったらもう今日の夜から泊まりに行きたいなと思って、泊まりの用意して泊まりに行こうかなって思ってます。明日、まあ、12時にね予約なので、もう午前中に起きて用意していかないといけないので今日の夜から合流しておこうかなって感じです。では今日は美容院編ってことで、美容院って友達会う予定なかったんですけど、近くに住んでる友達にねカフェ行くって言って呼び出してトッポギ食べて帰ってきました。はい、ではね友達の家でお酒飲んできたいと思います。準備してきます。さようならネイル。実物の貼ってるやつ見て、あ、やっぱりこれにしようかなとか言い出すんかな。言い出しそう、綺麗だそう。これこんなやっぱね、聞こえよ。バレンスする。うん。行こう行こう。やば、かわいい。まあ、家のさ近くにあるおもかせ、シャニと行きたいけどさ、めっちゃうまかった。いくら？え、めちゃくちゃ安かったよね。5,000円。本当？だから半信半疑で、でもレビュー良かった、うん。でも予約結構いっぱいやから、前もってしとかなかったけど、その値段でって普通にちゃんと見たし、美味しかったから、おもかせいいよ。行こうぜ。行こう。Thank you.